筑波大学システム情報系の三瀬和夫ですダメな事例から学ぶデータ可視化のテクニックと題してデータサイエンスにおけるデータ可視化技術を紹介します最初の事例は省略された棒グラフですこれは何年か前にある会社からもらった資料をベースに数値や言葉を多少変えたものです 電力会社を乗り換えると電気料金を節約できますよということをアピールするものですこのグラフを見ると電気料金が半額ぐらいになったかのような印象を受けますでも実際にはそうではありませんグラフが与える印象と現実にギャップがありますこのグラフのどこに問題があるのでしょうかどうも 縦軸の目盛りに落とし穴がありそうです縦軸をゼロから描くとこのようになりますこのグラフを見ると節約できるのは一割程度だということがわかりますある会社がくれたさっきのグラフはグラフの下の部分が大幅に省略されていたわけですではここで 視覚的にデータを表現するということについて考えてみましょうこれは先ほどのグラフに示されていたデータを数字で表したものですもちろんこの数字も目で見えるのですがデータ可視化でいうところの視覚的な表現ではありませんデータ可視化でいうところの視覚的表現とはこのようなグラフで表されたものを指します それでは、視覚的表現であるかどうかの違いは何でしょうか。上の図は情報。この場合には電気料金が数字で表されています。今知りたいのは、契約を変更する前後の電気料金という量的データだとすると、この表現を見た人は数字の列を読んで、データとして解釈する必要があります。その一方で、 下の図では長方形の長さによってデータを表しているためその長方形を見るだけでデータを直感的に把握することができますでは改めて棒グラフという可視化手法を考えてみましょう棒グラフでは棒の長さでデータを表しています棒の長さでデータを表すことでデータの理解を早くそして容易にしてくれます 別の言い方をすると、棒グラフがデータを可視化する手法として役立つのは、棒の長さがデータを表しているからです。棒の長さがデータを表していない棒グラフは、可視化の役に立っていないということです。ところで、棒の長さのように視覚的にデータを表すことができるものを、視覚変数や視覚属性と呼びます。 データを表すことができるのは棒の長さだけではありません長さや大きさのほかに点などの位置や色の明度や色相模様の粗さ細かさ方向や形の違いなどもデータを視覚的に表すために使えます。グラフを見たら何でデータを表しているかを意識してみると良いでしょう。同類の ダメな例をもう少し紹介しておきましょう3次元的に表現したグラフを見かけることがあります左は棒グラフを3次元的に拡張したものです直方体の高さでデータを表そうとしているのでしょう直方体の高さは結局は手前の長方形の高さと同じなのですがこのグラフではそれに対応するメモリはありませんまた、 上の面も見えるため手前の長方形の高さを読み取ろうとするとこれがむしろ邪魔になります右は円グラフを3次元的に拡張したものです円グラフは何でデータを表しているかというと個々のデータ項目に対応する扇形の部分の中心角、個の長さ、面積そのどれもがデータに対応していると言えます しかしながらこのように三次元的に変形することでそれらのどれもがデータに対応しなくなくります繰り返しになりますがこれらは何でデータを表しているかを考えるとダメな理由に気づくと思います次の事例は色相による順序データの表現です。これは 5段階評価のののアンケートの結果を視覚的に表現したものですこの例はある授業〇〇学を評価した結果ですが授業をとてもよく理解できたよく理解できた大体いい理解できたあまり理解できなかった全然理解できなかったの5段階で評価してもらいそれぞれを選択した人数を集計して帯グラフで可視化したものです。 このように可視化することで例えば半分の人がとてもよく理解できたかあるいはよく理解できた人だということが読み取れるわけです。さて今注意してほしいのは比率の表し方ではなく5段階の表し方です。ここでの評価はとてもよく理解できたという肯定的なものから全然理解できなかったという否定的なものまで5段階に分かれていて それらが右から左に向かって並べられています。並べ方は悪くありません。並べ方以外に、5段階の各段階に色が付けられています。ここでは色相の異なる5色を使っています。問題は、この色が5段階をうまく表現しているだろうかということです。もう少し一般的に表現すると、 評価の五段階という順序尺度のデータを色相でうまく表現できているかということです。データは、その性質によって質的データと量的データに分けることができます。さらにそれを細分化したものが、この表に表した尺度水準です。質的データは、名義尺度のデータと順序尺度のデータに分けられます。 また、量的デデーータタは間隔尺度のデータと比例尺度のデータに分けられますこれらの4種類はできることが異なり名義尺度順序尺度感覚尺度比例尺度の順に上に行くほど基本操作つまりできることが増えます。名義尺度では等しさの判定つまり等しいか等しくないかの判定だけができます。 順序尺度ではそれに加えて大小関係の判定ができます間隔尺度ではさらに差を計算して比較することができますそして比例尺度になると数値データに対してできることが大体できますこの基本操作は統計処理において重要なのですが可視化においても重要ですデータを可視化するときには 視覚的表現でもその基本操作ができるように考慮すべきです例えば、名義尺度のデータを可視化する場合には可視化結果の視覚的な表現においても等しいかどうかが読み取れなければなりません事例一で紹介したダメな棒グラフは電気料金という比例尺度のデータを可視化したものであったにもかかわらず 契約変更前後の料金の比率が読み取れなくなっていたという点で問題があるとも言えますデータの視覚的表現に求められる条件はまず尺度水準に応じた情報が読み取れるということで基本操作に相当しますそうだとすると尺度水準が上に上がるほどできることが増えるわけで視覚的表現に求められる条件も 厳しくなりそうに感じるかもしれません。しかしながら、必ずしもそうではありません。もちろん、可視化に何を期待するかにもよります。例えば、十四万七千八百五十や十三万二千六百十というような数値を。正確に表現したいのであれば、数字で表す方が適当でしょう。棒グラフを使う意図として。 直感的に大まかな比を読み取らせたいということが考えられます。そうだとすると、十三万二千六百十という値が。十三万三千に読めても、深刻な問題ではないわけです。その一方で、等しさの判定だけができる。名義尺度のデータに関しては、等しいか等しくないかを読み間違うことは、通常は許されません。その意味では。 名義データよりも量的データの方が視覚的表現での値の読み間違いに対して寛容と言えるかもしれません視覚的にデータを表すことができる視覚変数にはいろいろなものがあると言いましたがいろいろある視覚変数をやみくもに使っても良い可視化はできませんデータの種類に適した視覚変数を選ぶ必要があります この図は、量的データ、順序尺度、名義尺度の三種類に対する四角変数の適性を表したもので、マッキン例によって発表されたものです。上の方がより正確に読み取れるのですが、その順位がデータの種類によって異なることがわかります。類似の研究はその後も行われていますが、基本的にはデータの種類に対して この図の上位に位置する四角変数を使用すれば問題ないでしょう最上位はどのデータの種類でも一ですデータの種類によらず一が最も正確に値を読み取れるということですこの図には四角変数として明度、彩度、色相が登場します先ほど紹介した 五段階評価のアンケートの結果では五段階の各段階を表す色として明度と彩度は統一して色相の異なる五色を使いました順序データのところでは色相は第四位に位置しているのでそれほど悪くはなさそうですしかしながら色相を利用するには注意が必要ですところで色相・彩度・明度は 色の三属性と呼ばれます色相はいわゆる色合いあるいは色調です色の種類と考えても良いでしょう例えば虹の七色である赤、橙、黄、緑、青、藍、紫は色相の名前です彩度は色の鮮やかさです彩度が高いと色は鮮やかになり低くなると鮮やかさが薄れ灰色に近いくすんだ色になります 明度は色の明るさです明度が低くなると黒に近づきます白は彩度が最も低く明度が最も高い色ですこの三属性をそれぞれ一つの値に決めることで色を定めることができるので色の表し方としても使われます先ほどの図では色相を帯状に表していましたがこのように リングで表すこともあり色相感と呼ばれますこのリングに沿って色相を眺めると色相が徐々に変化してまた元の色に戻ることがわかりますつまりデータを表すために色相感からまんべんなく色を選ぶと順序が読み取れなくなってしまいますマッキンデーのランキングでは順序データに対して色相は第四位ですが 色相では順序を適切に表現できません正確には色相環全体を使おうとするとうまく表現できません色相環の全体を使ってはだめなのですが右のように一部だけを使えば順序データを表すことができますこの点に注意してくださいこれは色からも順序が読み取れるように改善した帯グラフです 色相だけでなく、明でも変えることで順序をより把握しやすくしていますところで、アンケートによってはどちらでもないとか普通といった中立的な意見の選択肢を用意しておいて肯定的な意見と否定的な意見をそれぞれ何段階かに分けたものもありますこの帯グラフは、そのようなアンケートの5段階を分かりやすく可視化した例です そのようなアンケートからはまずは肯定的な意見と否定的な意見の数を比較したいことが多いので肯定的な意見と否定的な意見を色相で分けておいて肯定定的的なな意意見見の中ののの中中段段階階やや否を度度明でで表すと良いでしょう。その場合中立的な意見には白やグレーのようなサイドの低い色を使います。 最後の事例は、名義データの折れ線グラフですこれは、G7 の国の名目 GDP をグラフで可視化したものですこれは皆さんご存知の折れ線グラフで各国の GDP を縦方向の位置で表しています GDP は量的データですしどのような種類のデータでも位置は最も精度よく表すことができます問題はそこではなく 国をつなぐ折れ線です左から眺めていくと右端に来たところでイギリスからアメリカへと急上昇しているような印象を受けないでしょうかこのイギリスからアメリカへと急上昇に意味があるでしょうかこのグラフでは国名のアルファベット順に左から並べているためにイギリスからアメリカへと急上昇に見えるのですが。 違う並べ方をすると印象が変わりますそもそもイギリスからアメリカへと急上昇という情報はデータには含まれていないわけでグラフからそれが見えてしまうことに問題がありますこちらは日本の名目 GDP の10年間の推移を折れ線グラフで可視化したものです大体横ばいで 2015年に少し落ち込んですぐに回復したけれども2022年にまた落ち込んだということが読み取れますこれらは10年間の GDP の推移という観点ではデータに含まれる情報です折れ線グラフはこのように年や月あるいは G 分秒のような時刻に関連付けられたデータいわゆる時系列データの表現には適しているわけですが 先ほどのののの G7 GDP 各国の G のようににに名義デデーータタ関連付けられたデータの表現には適していませんグラフ上でたまたま隣り合う国をつなぐ線の特に傾きが意味のない情報を表してしまうという問題が発生します。ところで「つなぐ」という表現手法は個々の値を表す四角変数とは異なり関係の表し方の一つです。 折れ線グラフのほかにも様々な可視化手法で使われます2つの項目を線でつなぐことで視覚的に項目間の二項関係が表現できますまた連続的につなぐことで項目間の順序も表現できますこの図を見てください何か読み取れるでしょうか28人分のアイコンがありますですが 単に二十八という数を表したいのであれば、もっと良い方法がありそうです。ではこちらはどうでしょうか。説明がなくても二つのグループに分かれているように見えないでしょうか。グループの意味はわかりません。でも位置的な二つの塊によって二つのグループがあることがわかります。こちらはどうでしょう。先ほど見えた二つのグループとは別の観点で。 それぞれの人が二つに分かれているように見えないでしょうかあるいは全体として四つのグループに分かれるように見えるかもしれません最後にこれはどうでしょうか人同士の何らかのつながりが見えないでしょうか位置的な塊によるグループや色の違いによるグループとはまた違う関係が見えると思いますここで紹介したのは ゲシュタルト要因と呼ばれるものの効果です他にもいくつかあるのですがここでは近接の要因類動の要因連結の要因と呼ばれるものを紹介しましたこれらはデータ可視化において重要な役割を果たしていて重要なことは視覚的表現から論理的な関係を読み取れる表現の規則を説明されなくても関係が読み取れる ということですつなぐという表現手法はゲシュタルト要因の連結の要因を活用したものだと言えますこれはある年の4時間ごとの気温を散布図で可視化したものです散布図は2変量の量的データを表すのに適した可視化手法で2変量量的データの項目それぞれを横方向の位置と縦方向の位置で表します この例では、横軸が時刻を表しているので点を横方向に見ていけば温度変化がわかるはずですしかしながら、温度変化を見るために点を横方向に見ていくことはそう簡単ではありません温度変化よりも別の塊などが気になりそうです時刻の順に点をつなぐと折れ線グラフになりますこうすることで 点を横方向に見ていくことが容易になりますさらに線の傾きから変化の大きさも読み取れます折れ線グラフにおけるつなぐという表現手法は基本的なデータ、この例でいうと時刻や温度を表すわけではありませんしかしながら温度変化を読み取るにあたりデータの順序を分かりやすくするとともに値の変化量も視覚的に見せてくれます つなぐという表現を基本的なデータを表すために使用する可視化手法もあります。研究者間の共著関係というデータは、論文の共著関係を表したものです。二人の研究者の間に共著の論文があるかないかということを表します。この図は連結図と呼ばれるもので、点で研究者を表し、点をつなぐ線で。 強調論文があることを表しますつまり「つなぐ」という表現で強調論文があることを表しているわけです。点のの位置やや線の長さや向きにはは意味はありませんただし作図にあたっては全体が見やすくなるように点の配置や線の配線を工夫します。ちなみにつなぐために使用している線の四角変数を利用して「 強調論文の多い少ないを表すこともできます。この例では、強調論文の数が多いほど、線の色を暗くしています。つまり、視覚変数の明度を利用して、論文の数という量的データを表しています。明度は量的データを表す精度があまり高くないのですが、それでも論文数の大小を読み取ることはできそうです。 さてもう一度この問題に戻りましょうこのグラフで見せたいのはおそらく G7 の各国の名目 GDP でもしかしたらアメリカが飛び抜けていいいるととうことを示ししたいのかもしれませんそれでもおそらくイギリスと比べたいということはないでしょう。しかしながらイギリスとアメリカを線でつなぐことで意図しない情報が見えてしまったようです。 各データ項目が名義データで表されているようなデータであればこのように棒グラフで可視化する方が適当でしょうそれではまとめです復習も兼ねて教訓を整理しておきましょうまず事例1からの教訓は何でデータを表しているかを意識しようです棒グラフは棒の長さで値を表しています そのことを意識すれば、このような棒グラフを描くことはないはずです。事例2からの教訓は、データの種類に適した四角変数を選ぼう、です。四角変数には様々なものがあり、データの種類によって適性が異なります。色はデータの表現に便利なのですが、順序を表すときには注意が必要です。 事例3からの教訓はデータの種類に適した表現手法を選ぼうです。事例にはデータの種類に適した視覚変数を選ぼうでしたが、視覚変数だけではなく、表現手法に関してもデータに適したものを選ぶことが重要です。その際に意図せず見えるものの、悪影響にも注意しましょう。その他？ ダメな事例の解説から脇道にそれながらこのような技術を紹介しましたダメな事例から学ぶデータ可視化のテクニックの話はこれで終わりです